今回ですね、応募いただいた中からこのチャンネルで、まあ、動画を流すことに決まったのは、順番を決めたいと思います。Hello there、 始まりました、森田チャンネルです。今回はですね、いよいよ始まります、英語コーディション英語講師オーディションね、はい、いよいよ開催されますけども、まあ前回はですね、普通にもう英語講師オーディションとやって、今回はですね、まあうちのチャンネルの、まあ、新メンバー募集という形ですね、新メンバー英語講師オーディションという形で、今回ですね、応募いただいた中からこのチャンネルで、まあ、動画を流すことに決まったのは5名です。はい、この5名が、まあ、ある意味決勝進出というか、そういった形になります。これで出てもらえればね、それ自体でね、宣伝になると思いますので、それでチャンネル登録者数も増やせるんではないかなと思っております。前回はですね、英語講師オーディションですね、優勝したですね、一ノ瀬杏先生ねが優勝されて、英語ファイルっていうチャンネルも伸びましたし、前回はこんなメンバーが戦いました。今回はそれ見てないって方はですね、ぜひですね、あの下の欄にありますので、下の欄とか、ありますので、ぜひ見てください。今回のメンバーで紹介していきたいと思います。まずは1人目ですね。1人目はこの方です。はい、どうもパトです。はい、パト先生ですね、前回の英語講師オーディションにも出場いただいて、まあダークホースと言われた彼が、今回も出場してくれます。今回はどうなんでしょうね、ダークホースとなるかな、わかんないです。なぜならキャラが濃い人が他にもいるから、はい、果たしてパト先生今回は一体どんなものを見せてくれるのでしょうか。そして、2人目この方ですね。はい、ダダンダンダダン、アイムターミネーター。さあ、ということでやっていきましょう。今回はですね、タームの意味から学ぶターミネーターの真の意味ということで、吉田優馬さんね、まあ吉田塾っていうね、チャンネルをやってる方ですけども、果たしてこの方は一体どんな動画を、ね、見せてくれるのでしょうか。楽しみにしていてください。そして、3人目がこんにちは、まさちゃんです。さあ、今回は語源でつながる英単語と題しまして、英単語を語源に注目して覚えてみたいと思います。まさにゃんですね、まさにゃんさんって言った方がいいのかな。この方はですね、 YouTube のチャンネルやってる方なんですけども、英語史を専門とした方でですね、英語の歴史ですねっていうのを専門としたので、そういった知識が非常にある方ですね。修士号を取ってますので、その知識をですね、見れるんじゃないかな。はい、続いて4人目。はい、今回のこの動画では皆さんに順動詞に関するアドバイスを一つねしたいと思います。はい、佐藤優馬先生ですね、やってまいりましたね。はい、マナビズムからの資格第2弾ということですね。前回はですね、井上恵佳先生が登場しましたが、今回はですね、佐藤優馬先生が、登場いたしますので、そちらもですね、楽しみにしていてください。そして最後はですね、この謎の男、ごきげんよう、翔くん。今日はノープラス比較級について勉強していこう。非常に学習者にとって難しい項目だ。スパイダーマゾーと読むんでしょうかね、多分ね、マゾー男なのかマゾーなのか分かりますか、まあ、スパイダーマンをもじってるんだと思いますが、彼が登場します。この謎の覆面ですね、まあ、前回もね覆面つけてる人いましたけど、そうですね、覆面でも別にいいので、はい、応募して顔出し嫌だったらそれで応募してくれればいいんですけど、さあ今回のですね、ダークホースになるんですかね、分かりませんが、そういった形の、方々になります。順番を決めたいと思います。で、折ったこの9時、金曜日の8時、土曜日の6時、8時、日曜日の6時、8時という形で、ああ、もう外がずっとうるさい。配達のトラックがめちゃくちゃ狭い道で通れなくてずっとバックしてますね。はい、選びたいと思います。まずは1人目はパト先生ですね。パト先生の順番はこれ、3番ですね。3番ということは土曜の8時、めちゃイケの時間帯土八はパト先生で、続いて吉田さんは2番ということで土曜の6時ですね、決定しました。さあ、続いてまさにゃんさんですね、まさにゃんさんの順番は
4番、ね、ということは、日曜の6時。さあ、ダークホースとダークホースとワダビーズ、なんかこう、ま、真面目なのとふざけたのが残りましたが、はい、佐藤優馬さんは、お、1番ですね。ということで、この後、2時間後ですかに出てくるのは、マナミズム佐藤優馬先生ということになりました。ということはもう最後の、スパイダース、スパイダー、スパイダーマゾーは通りですね。はい。日曜8時、ね、M1 の頃、はい。まあ、M1 グランプリに負けないような、ね、英語講師オーディションを期待しておりますので、受けっていうのは当然、新メンバーですが大事になってきますので、高評価数大事ですね。あの、低評価は考慮に入れませんので、高評価だけです。はい、下とかってやっても意味がありません。そして再生回数ですね。こちらを考慮して、当然決めたいと思いますので、ぜひぜひですね、楽しみにしてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.